こんにちは、えー、淡井圭介です。えー、河川、水門、えー、開閉式、ダム発電、えー、そちらの方の、えー、図面を、えー、手書きで簡単に書きました。まあ、これで工業会の方たちには伝わるかと思います。えー、こちらが、まあ、生津大橋だったとすると、まあ、橋脚がありまして、まあ、この辺の、 あのー、部分は水門になるんですけども、あのー、水門を斜めにすることによって、えー、その中央に水が集まるようにすると。で、通常時の、あのー、まあ、水量に合わせて、えーまあ、真ん中を 1×1 のこの内部に回転扉式の、えー、発電機を、えー、設置すると、50段階式のギア、 とえー、油圧式で、えー、高いいギア,ヒアまでで持っていくとでその手前が、えー、3メートルる3メートルで、その手前が5メートルる5メートル。まあ、これもうちょっと水門、これ角度とかは本当はまあこれぐらいにはなるかとは思うんですけども、まあ、あのかなり大雑把に書いてます。で、間にあの強力な柱、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 柱柱ですね。で、このあの各部分を開閉式、上にこうず こう、上げれるようにしておくと。で、えー、横に、あのー、強力な鉄骨を、えー、通しておくと。で、こちらが下流あ、上流でこちらが下流です。で、この、 橋脚の下に、あのー、もっと水量が大雨の時は、この両サイドの門もすべて上に上げてしまいます。で、だから、ここの一面何もないような状態になります。で、何で発電するかというと、これが、えー、と、橋の、えー、一番上のところが、これが橋の上部ですね。その下が、こう、橋脚があるじゃないですか。橋脚、あ脚は抜けてますよね。 一応まあちょっと書き込んでおきます。橋脚。で、えー、シャフト。まあ、これが回転扉式の,あの扉もしくは羽というもので、えー、シャフトがあって、中をボールベアリングで、その周りを、えー、コンクリートか何かで、えー、覆ってしまうと。まあ、ボールベアリングもいずれすり減った時交換しやすいように、このちょっとしたその周りの部分のところだけあの交換しやすいようなあのもので、えー、良いかと、えー、思います。 コンクリート自体は、あの、当分交換、50年ぐらいは交換しなくていいと思いますね。これ、川底よりも底ですんでね、基本的に。まあ、だんだん川の底が、あのー、まあ、砂が流れていくことによって、まあ、ちょっとこのコンクリート部が出てくることになるかもしれません。そのことはある程度計算入れておいて、まあ、シャフト自体をもうちょっと、まあ、下の方まで持ってきておいた方が多分いいと思います。で、えー、上の方に、まあ、あの、タービンとコイルと、えー、ギアボックスが、 あるとまあ、こういういなな形になってますでこちらも、あのー、開閉資金するかどうかのところなんですけどもここもね50段階ギアなので最初の方はものすごく、あのー、軽い低いギア比にしておけば通常時は絶対ここを水をある程度通過するじゃないですかで、えー、一応扉はすごい少ないギア比で、えー、回るとで えー、その分、えー、で、その先の、えー、真ん中中央に集まってきた1メートル ×1 メートルのところへ水圧で、まあ、あの排水していくと。 で、まあ、これで両方使えるはずなんですよね。大雨の時は、この、大雨の時は、この 1×1 とか、あの、3×3 とか、まあ、そこは水量に合わせて、どこを開けていくか、これ三つとも、まあ、一番その時の状況に合わせて、どの、あの、内容設置、あの、門を下に下げて、あの、設置して発電するかっていうことと、あと、この 1×1 のここ自体も、あの、し しっかりと閉門できる夜貯水できるように、この 1×1 を下ろしておきました。で、えー、そこに蓋をしました。そうすることによって貯水ができますと。まあそういうふうな形になります。基本的にここだけ、あのー、もを閉めるような形でもいいかもしれません。 あのー、かなり分厚いもん。で、これ、ここ、こことかは別にあの、もんとかなくても、通常時上げておけば、水量多い、こっちで発電しようと思ったら、これとこれを開けて、ある程度の水量の時に。で、えー、これを下にズドンと下ろすだけでいいですから。 まあ、こういうふうな形ですね。で、ですので、大雨の時は、あのー、さっきの、あのー、三つの門が、まあ、生瀬大橋で例えると、ええー、まあ、あの、扉を開けていて、で、かなりの排水能力、まあ、門を全て開けてしまえば、ええー、排水能力はかなり高いので、で、こちらの巨大な三つの回転扉式の方で、ええー、ものすごい発電力を生み出すと。まあ、そういうことですね。この一機一機が、 多分小規模火力発電所並みの、えー、タービン、回すぐらいのパワーまで持っていけるんじゃないですかね、50段階式とギア比で。 まあ、とにもかくにも、あの、生瀬大橋の、あの、撮影した映像あるかと思いますけども、あれが結構平らですから、あの、上の方までかなり水が溜まると。だその分の水圧がどうしても、あの、かかるような形になると。だからやっぱり、あの、回ると思いますよ。かなりの圧力がかかって。だから、この回転扉式の羽自体も、そこそこ、まあ、分厚いものにしておいた方がいいかもしれないですね。例えば、中、鋼で、 あのー、厚さ5センチから10センチで周りを線列加工。で、この羽自体を、ねえー、まあ、ちょっと羽を今から手で説明しますね。こう羽がありますよね。で、これに、これでまあ、4枚羽がつくことになるじゃないですか。で、そこにこうすることによって8枚ですよね。まあ、8枚ぐらいでいいんじゃないかなと思います。もしくは、えー、16枚。 ま、どちらの方が、あの、回りやすいのかっていうところを、力学的にどうなのかで、金属の使用量と、その、効率性によって、8がいいのか、重力がいいのか、それをもう、工業界の方たちにお任せします。以上です。これが回転扉式の、あの、図にあ表した説明です。えー、本日、2022年、え、4月、え、3日、えー、時刻、12時ぐらいです。